はい。はい。今日は車検です。車検、はい。うん、この車は、まあ、自分たちで作ったキャンピングカーやねんけど、うん、まあこういう風に家具がいっぱい乗ってて、うん、車検に行くにはこれを全部下ろさなあかん。っていうことで、今から荷物を下ろします。はい。1年に1度のこの日ですね。はい。ユーザー車検3回目、うん、そうやね。3回目やね。うん、もう慣れたやろ。まあ、1回目は空やったけど、去年もな、下ろしてな。はい。ちょっと大変やけど。うん。てのも、この車は、4ナンバー、はい、うん、貨物車っていうやつで、1年に1回車検を受けなあかんくて、はい。かつ本来ここは、積み荷を積む場所やから、うん。荷物出しとかなあかんねんな、多分。まあ、私らの場合、この家具とか固定してないから、多分いけるっちゃいけると思うねんけど、まあ今からこの家具を下ろしていきたいと思います。はい、下ろすついでに掃除したりね、あの車の中にどれぐらいの量があるかとか、荷物、うん、うん、なんかこうそういうの伝えたらいいなと思って一応撮影してます。はい、はい、ってことで進めていきましょう。まず電気の配線かな、これが一番ちょっと厄介、めんどくさい、ちょっと大変なポイントやね。そうね、うん、電気の配線外したら家具下ろせるから、あとは、はい、まあサブバッテリー、後ろに私たちはバッテリー2つ積んでて、まあ、サブバッテリーからメインバッテリーへの配線とか、うん、まあ、水道ポンプにもつながってたりするから、それを全部一旦外さへんと家具が下ろせません。はい、はい、ってことで今から線を外していきます。気重っちょっとカオス？そうでもないか、これは何してますか？外した線どれがどれとか、うん、ここにつなぐとか、うんうん、わからんくならんように。なるほどね。順番、はい、に、はい、空いてるだけ、元に戻しやすくしてるのね。そう、ありがとうございます。よいしょ、外せましたか？ OK？ はい。で、どうする？このバッテリー取り外す？さっきこのままで運べるかな？バッテリー取り外したらちょっとめんどくさい。もっと外さないな。なるほど、これで運べるかやってみようか。うわ、これ無理じゃん。で、これをこうずらすってこと？そっちは軽い、ちょんちょん。ちょっと待って、これバッテリー外さん、これあかんかな、危険じゃん。おまたバッテリー外そう。外す、重すぎるわ。無理、いけそうっちゃいけそうよ。そっちが重たい。俺は無理。じゃあ私一回そっちやらせて。なんかあっち、いいよ、待って、上がらんレベルだったらやるとき絶対無理。無理やね。めっちゃ重い。どういれ。はい、
こんな感じで、ちょっともう置く場所がねなくなったっていうか、ほんとギリギリやから、これちょっと乗せたまま車検に行きたいなと。予定変更やな。ちょっとだけ前に出して、で、まあ、車検のためにここに、貨物車はバーをつけなあかんねんな。それをつけて行きましょう。はい、いい。違和感でしかないな、このすっきりした景色。うん、どう、これも悪くない、すがすがしいいな、うん、いや、ドキドキめっちゃ待つな今日も、相変わらず。ってことで、これね、私たちが用意したのは、まあ、もう住所書いてるのもあっちにあるけど、重量税払うやつ、そうね、と次これなんじゃ、継続検査申請書、申請書やな、はい、申請書、新規の人でも継続の人でもそれぞれ申請書がいるってことやんな。はい、でこれが検査票、うん、はい、でそれぞれお金払ったね。これは車の古さと重量によるから、ちょっと人それぞれお金違うと思うねんけど、私らの場合 22,800円、うん、でこの2100円っていうのが検査を受ける費用だから、ユーザー車検に来た場合は私たちの場合これだけかかります、はい、であと、まあ、ちょっとこの古いのと新しいのと、うん、の2枚ちょっと住所とか書いてるから、あんまり自賠責見せれないんですけどはい、自賠責保険が新旧で必要、はい、用意するのこんな感じかな、はい、あとはここで並んでどうなるかです。ドキドキ。はい、じゃあ無事車検が終わった、はい、出した荷物を、はい、ま、戻す作業です。うん、まあとりあえずせっかく出したついでにここをバーッと拭こうか、拭き掃除して、でささっとささっとささっとよくらせと積んでいきましょう。できるかなとあと配線ね、はい、さっさとやろう、はい、どう ?1 年分の汚れ、うん、汚い、いやそれは映されへん、やばほんま、たっくんがした方めっちゃ汚い、この隙間普段さ家具で見えてないけどさ、何そんな文句言うなんだそんな今ったら増えるかこれ裏話、こんな風になってるよって、家具で見えへんけどさ、なってますよ、これは当たりました、私や乗ってるやん乗ってるか足りへんか、足りんか乗ってるかやったら乗ってる方がいいやろ。でそThank you.
でさ、はい、家具を下ろしたついでに、うん、私らの家具のなんていうの、普段見えへん部分、秘密をちょっと着て、そこだから何って感じやけど、ここさ、このなんていうの、タイヤハウスやけ、ここの三角の部分がむっちゃ無駄やから、うん、ちょっと引き出しとかいろいろ考えてんな、うん、でもまあそんなとこせんでもこれって目だけ良くないって言って家具置いてから、まあ家具の間にできる隙間にはこんな感じで荷物を詰めてると、はい、はい、あ、こっちとかもそうやねんな、見えるかな、見える、うん、こっちのタイヤハウスのところには、ね、まあ、ティッシュのストックとか入ってたりとか、わ、うん、かる、なるほど、そういう感じまあね、こんな感じでレッドスペースの有効活用してます。で、まあこっち側、こっち側来て、うん、こっち、こっち、ここ、この引き出しは、うん、まあ、これも動画の中で前言ってるかもしれないけど、こっちにもちなみにタイヤハウスがあるんですけど、うん、こっちは家具の配置の場所的にすごいスペースができるから、うん、ここまで引き出しあんねん。だからこの引き出しがすごいちょっと複雑になっててっていうこと前言ったっけ、わからん、なんかわからんから、この回あのちょっとお披露目しとこうかな。この引き出しの形はこんな感じになってます。タイヤハウスを避ける形で、うん、まあでもやっぱここのスペースがデッドスペースになったらかなりもったいないから、うん、まあ、車の形に合わせて引き出しを作ってると、はい、ちょっと今片付けてるついでに、車検の動画ですか、はい車検の動画、我が家の家具の紹介、はい、車検の動画よし、最後積もう、ん、積んじゃおう、はい、今何をしてるかっていうと、ほんまにもうぴったり作ってしまってんな、うん、まあこっちちょっと隙間空いてるけど、上で当たってるし、そうやな、そうやな、ほぼほぼぴったり、奇跡的に、うん、まあ、計算したけどこんなにぴったりになるとは思わんかってんな、あんまりぴったり作って隙間がいいっていうなので今一生懸命入れてます、うん、あ、でもこのおかげで、うん、この、まあ、この家具、向こうの家具があって、うん、この家具があって、うん、で向こう当たるからこれがずれない。そうね。でこの家具があって、うん、この家具がここで当たってるから、うん、こいつが倒れてこない。そうね。で向こうの家具は、うん、この家具に対してこう当たってるから、うん、倒れてこないと。中で説明する、いけるかな。うまいことなってますっていうことです。はい、なんかそれぞれの家具固定してますかっていう質問をいただいてんな、前に。そうね。ありがとうございます。ありがとうございます。でも。してません、してませんね、こういう感じで家具同士がうまいこと、うん、うん、まあ当初はねするはずやってんな、そうね、でもなんかね、うまいこと全部固定されてる、動きたくても動けない状況なので、私たちの車はこんな感じです、はい、はい、じゃあなんかすっきりやな、一回出してもう一回綺麗に詰め直したらね、あとはさ、ちょっとこのなんていうの、ほこりとか掃除していこうか、はい、な、ね。